どうもどうも、今、渡辺陽次さんの設計した軍艦パートの、見えるポイントに来てます。まあアーティストのデザイナーの松本くんが連れてきてくださったので場所分かりました。とりあえず磯崎新たなカフェアリエに、新宿ネキドロフトの方から入っていって、カフェアリエをまあ見て、まあもうまあ今日はやってなかったんですが、場所を突き止めて、まあちゃんと記念撮影したりして、まあ軍艦パートの入り口で記念撮影したりして、で今軍艦パートのファサード正面から入り口玄関からまっすぐ行ったところを、こうだから左の道入って、左、ごめんなさい、こうだから右ですね、右です。歩行者のこの位置だと右の方です。右に入ってこっち来た感じで、横から腹お腹の方から渡辺陽次さんの設計した軍艦パートを見てる感じで、まあ、夜の明かりがついてる状態を撮ったりして、今路上で録音してる感じです。どうですか、昼間見た感じと夜とやっぱり違いってありますか？あ、違いますね。やはり光が漏れているところがより軍艦に近づいたかな、あ、そうですね、という感じですよ。日中は全然光は見えなかったので、この辺がやっぱり一番違うところですかね。そうですね、明かりがついてるっていうところが違って、はい、やっぱり日中見ると全体像が見えやすくて、うん、軍艦パートが何者かっていうのは多分出現してる度合いとして光が当たってるんで見やすいけれども、うん、まあ、日の光が当たらないで人工的な光で照らされているその軍艦パートの良さっていうのも、まあ、昼間見ていたからこそ今見る軍艦パートの違いっていうのがまあ多分あってね、まあ、夜の明かりだっていうところで、僕もその夜の明かり、夜のね営みがね、そのなんか作業したりとか仕事したりとか寝てたりとかするその夜寝てる時間かもしれないし、なんかテレビ見てたりとかスマホいじってたりとか、なんかデッサンしたりとか読書したりとかね、友達と話してたりみたいな、その人の営みがある夜の明かりは、まあ、吉村純三っていう、まあ、建築家芸大の先生が人の明かりがついているところがそのやっぱりすごくいいと、建築を作った後に人の明かりがついてるというところが一番いいっていうふうに吉村先生はおっしゃってて、まあ、そういう意味で渡辺陽次の軍艦アパートはその今明かりがついてる状態でね、人が使ってるところでまさに建築としていいなと、まあ、奇祭と言われてた、まあ、渡辺陽次が、まあ、このような、ね、大規模なすごい集合住宅というかアパートを、まあ、設計していて、それを見れてるっていうこの喜びはね、僕はカーサブルータスかなんかで見たんですよ。それはたまたまそうですね、松本君がたまたまそれが見つけて分かったので、はい、まあ、僕連れてきてもらってすごい良かったですけど、さっき磯崎新たなカフェアリエも見ましたよね。見ました。中の空間がすごいんですよ。見た目は普通の住居みたいになってるんですけど、外観はね、中はすごい空間が居心地よくていいカフェなんで、まあこれお互い昼間に行きましょうって話ですね、カフェアリエと軍艦パートね。そうそう、でも夜のその営みがある明かりとか、夜何もやってない時に見えるその姿も一つの建築の味わい方だと思うので、まあナイトウォークの傍ら明かりのついた建築、まあ軍艦パートを見れた今日の喜びはね、渡辺陽次さんにすごい感謝したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。